ウ兄弟、そっちはどうだったよ。いつも通り、カモな海賊が東の海から来てさ、エルトリックス様が暴行して船ごといただいちまった。グランポートは大陸一のでけえ港だからさ、あらゆる海からあらゆる族がよだれ垂らして押し寄せる。エルトリクス様はそのすべてを腕力で沈めちまうのさ。大抵の族は船と武器を取られて泣いて帰るが、あの強さに惚れてお頭の下についたやつも数知れねえ。ま、俺たちもその口なんだがな。変わりません、あの方は。あんたら、うちのお頭と知り合いか？王冠してるし、子分はしこたま強そうだが。悪人じゃなさそうだなあ、兄弟。やはりあの方にもう一度お話に行きます。おいおいおい、そりゃおすすめしないぜ。殺されるって、嬢ちゃん。私の命など惜しくはありません。この大陸の命運がかかっているのです。気に入ったぜ、嬢ちゃん。あんた、見かけによらず強いんだな。俺ら、強い女大好き。はあ、よし、俺らが女王ちゃんを屋敷に案内してやんよ。ちょっと待てって。そんなことしたらお頭にどやされちまうぜ。でもよ、力になってやりてえじゃねえか。そりゃそうだけどよ。じゃあこうしようぜ。商人たちの信頼を得てもらうんだ。そりゃいい。この町は商人の町だもんな。嬢ちゃん、商人たちの信頼の証、グランポートメダルを集めてこい。おう、あれを3つ持ってくりゃ、お頭のところに連れてってやるぜ。待ってるぞ。いいね。おう。
なんだって？実はよ、おう、父上。エルトリクスよ、何があった？何もありません。何かに揺れておる。わしにはわかるぞ。毎日見せてくれるお前の顔だ。エドラス王国の女王が来訪しました。荒梅か。我々の力を借りたいと。エルトリクスよ、わしはもう長くはない。領主の座を託した。お前はよくやってくれている。だが時には強者に組みすることも寛容だ。お前がエドラスを憎むのは知っておる。だが大国に対し我々は国ですらないひ弱な連合だ。小さき船は荒波を避け進まねばならん。ではその荒波を我が剣でかき消しましょう。小さき船にも譲れぬものがあります。エルトリクス、すまない。私はエドラスを憎んでなどいません。憎んだのは自らの非力さです。女王ちゃん。
お頭はあんたを本気で追い返そうとした。でもあんた、やっぱ悪いやつには見えねえ。なあ、お頭とどんな仲なんだ？エルトリクス様は亡き母の妹、私の叔母にあたります。なんてこったい！お頭は昔からエドラスを嫌ってる。わけは知らねえが、あの人は先代が倒れてからこの港を守ってきた。ずっと一人でさ。母がパーディス三世に見初められた頃、エドラス王国は戦により他国を従い続けていました。当時のグランポート領主ベネディクトは娘を差し出す代わりにエドラスの不可侵を約束されたと聞きます。その後二人は婚姻を結び、母は姉と私を産みましたが、平穏は束の間でした。やっはっ。うん。あの頃、パーディス三世は次々と国を従えていました。国が着々と大きくなる一方で、彼の不満は他にあったのです。おやめください。
何かしら。姉上。この子たちを。姉上。エルトリクス。エリカ、洗うね。守るべきもの。あの子たちは生きるべきです。おう。
覚悟でございます。希望の よかろう。